コロンビアのペイロード米から見たスペースラブ STS-9 はスペースシャトルコロンビアの6回目の飛行である。この後、コロンビアの飛行は1986年1月の STS-61C までなかった。また、これ以降、チャレンジャー号爆発事故を経て、 STS-26 で再び戻されるまで、スペースシャトル計画の番号の付け方が変わる前の最後の飛行となった。新しい番号の下で、STS-41A と呼ばれることもある。ケネディ宇宙センターからの STS-9 の打ち上げ、STS-9 のミッションのために、コロンビア号は再び軌道に戻った。打ち上げは、 スペースシャトル固体燃料補助ロケットのノズルの不調のため1ヶ月延期され、1983年11月28日午前11時、絵に行われた。そのため、ノズルの交換が行われた、スペースシャトル組み立て旨まで一度機体を戻す必要があった。当時の有人宇宙飛行の最多記録であった6人の乗組員には、NASA 所属の宇宙飛行士以外で初めて、 スペースシャトルに登場する二人が含まれていた。西ドイツ国籍のウルフ・メルボルトは、スペースシャトルに初めて登場する外国人でもあった。また、バイロン・リッシェンバーグは、マサチューセッツ工科大学の研究者であった。このミッションの最大の目的は、NASA とエサの合同プロジェクトである、スペースラブを軌道に運ぶことであった。 乗組員は2つのチームに分かれ、それぞれが12時間交代で働いた。ヤング、パーカーとメルボルトは赤チーム、ショー、ギャリオット、リッシェンバーグは青チームに入り、船長仮想住手が、フライトデッキに、ミッションスペシャリストとペイロードスペシャリストが常時、スペースラブ内にいる配置を取った。プラズマ物理学、天文学、太陽物理学、材料科学、生命科学、 地球観測等に関する72個の科学実験が行われた。実験がうまくいったため、期間が1日延長されて10日間となり、最も長いスペースシャトルの飛行となった。さらに、応援ギャリオットは、この飛行中に、史上初めてのアマチュア無線の伝送を宇宙から行った。これ以降、教育目的やバックアップの通信手段として、 宇宙からのアマチュア無線が多く行われるようになった。コロンビア号のカーゴベイにはこのミッションで運ばれたスペースラブが描かれている。9つの星と大ビタの奇跡はミッションの番号を表している。ありがとうございます。